はい。産福祉士資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理士などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。 はい。産福祉士資格合格チャンネルです。しのつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。2023年版社会福祉士資格合格講座試験対策テキストの39回目となります。今日はですね、地域福祉の重要ポイントについてやっていきたいと思います。試験対策テキストの39です。地域福祉の重要ポイントについてです。1番です。専門職や専門機関などからなるネットワーク、 を何と言うでしょうかフォーマルネットワークですね。まあ、公的な機関であったり、まあ、公的なですね、えー、専門職からなるネットワークをフォーマルネットワークと言います。では、近隣住民や友人、ボランティアなどからなるネットワークを何と言うでしょうかインフォーマルネットワークですね。えー、フォーマルとインフォーマル。この違い覚えておいてください。2番です。 住民主体で行われる見守り訪問などの活動やそれに伴う臨機応変の支援を組織化、システム化したものを何と言うでしょうか。小地域ネットワークと言います。では、小地域ネットワークでは支援ニーズのある人を発見しやすくなるのはなぜでしょうか。ネットワークの構成メンバーが 近隣住民やボランティアであるため、まあ、あの、距離が近いんですね。細かいニーズを引き出すことができるということですね。なので、えー、まあ、発見しやすくなるということですね。3番です。規定されたものを対象に決まった手続きと要件を満たすことにより利用できる資源を何と言うでしょうか。フォーマルな社会資源。 ですね。まあ、規定されたものというのは、まあ、法律であったりとか、まあ、市町村の、こう、規則に、えー、対象とされているものですね。そういった方が、まあ、決まった、あのー、まあ、役場的な手続きと、要件を満たすことで利用できるもの。フォーマルな社会資源と言います。では、フォーマルな社会資源の利点と欠点を答えましょう。利点は、安定性があったり、継続性が ある、ということですね。逆にですね、欠点なんですが、利用対象者が限られ、即時性や柔軟性に欠けるということですね。まあ、利用対象者が限られている、言われているのは、まあ、あの、文言とかですね、規則の中で、法律の中で、えー、これこれこういう人ですよ、ということが、まあ、あの、明記されてるんですね。ただし、そのような、同じような方、 であって、え、利用対象者には、こう、入るか入らないか微妙なところはダメですよと言われるところがあったりとか、まあ、すぐにとか、ちょっと柔軟に、え、文言を、こう、まあ、え、解釈するということもできないということが多いですね。それが欠点となります。4番です。法律や制度に基づかない民間組織や地域住民の自由意思を基盤に提供される資源を何と言うでしょうか インフォーマルな社会資源ですね。では、インフォーマルな社会資源の利点と欠点を答えましょう。利点ですが、柔軟で即時性があるんですね。まあ、あのー、インフォーマルですので、特にこう、縛られる法律や規則もないのでね、すぐに対応ができるということ。欠点ですが、安定性や継続性が不透明ということになりますね。 ま、あの、税金で、こう、われていないサービスというのが多いんで、えー、安定性ですね。それが欠けたりとか、まあ、継続性とか、そういった、こう、民間団体、民間組織が、なくなってしまうと、それが、こう、できない、継続性が続かない、ということになり、っていうのが、ま、欠点と言えると思います。5番です。人々に訴え、世論を喚起しながら、行政機関や政府に、 適切な対応を求める組織的な活動を何と言うでしょうか。ソーシャルアクションと言います。では、地域における福祉ニーズの把握方法について大きく分けて2つあります。答えましょう。質的なニーズ把握と 量的なニーズ把握ですね。ニーズ把握の方法としてはこの二つ、大きな二つがあります。質的なものと量的なものですね。6番です。質的なニーズ把握の中で調査者が直接質問をし、調査対象者が回答をするやりとりを中心に情報を収集する方法を何と言うでしょうか面接法と言います。では、質問項目や質問順序を あらかじめ決めておき、それに厳密に沿って進めていく方法を何というでしょうか構造化面接と言います。まあわかりますね。えー、もう質問順序や項目をあらかじめもう決めておいて、厳密にそれを崩さずに進めていく方法。それを構造化面接と言います。7番です。大まかな質問項目だけを決めておき、 状況に応じて質問項目を変えていく方法は何でしょうか反構造化面接ですね。では質問項目を特に決めずに状況に応じて自由に質問をしていく方法は何というでしょうか非構造化面接と言います。構造化面接と反構造化面接と非構造化面接この違いですね。ちょっと覚えておいてくださいね。 8番です。個人を対象に行う面接法を何というでしょうか個別インタビューと言います。では、少人数のグループを対象に行うもので、グループ内での合意形成は目的とせず、参加者同士の相互作用を活用することを狙いとしているので、多様性のある意見の収集が期待されるものは何というでしょうか フォーカスグループインタビューと言います。9番です。実際にその地へ出かけていくことを何と言うでしょうか地域投査と言います。まあ実際にですね、えー、違うところ、その場所ですね、出かけていって調査すること。それを地域投査と言います。では集めた情報をカード化し、グループを編成し、 図解化を行い、最後に文章化する分析法を何というでしょうか ?KJ 法ですね。これ有名ですよね。まずは集ま、まあ何でもかんでもですね、いろんなものを集めた情報をカードに一つ一つ、まあ、書いていくんですね。それをグループに分けるんですね。 えー、このカードはこのグループかなとか、あのカードはこのグループかなというふうに分けて図、図解化をして、最後に文章化する。河北二郎さんという方が、えー、開発した分析法ですね。だから KJ 法というんですね。KJ 法です。10番です。多数の専門家の意見をまとめます。その後、まとめたものを踏まえて、再度意見を出し合うといった作業を複数回繰り返して、意見を集約し、 ある程度の合意を得る分析法は何と言いでしょうかデルファイ法と言います。またの名をアンケート修練法と言います。11番です。地域包括ケアシステムは何から構成させているシステムの構築が必要とされているでしょうか自助、語助、共助、公助。後女 ですね。まあ、すべての、こう、まあ、あのー、ものが集約されているんですけれども、次女は、まあ、自分で、こう、まあ、助ける、まあ、なんとかする。五女は、お互い様ですね。お互いに助ける、助け合う。共女は、地域の皆さんですね。そういったものによって、まあ、あの、インフォーマルなネットワークで助け合う。で、公女は、まあ、公的なものですね。行政の力を借りて、助け合う。といった、その四つが、 え、から構成されているシステム、それを地域包括ケアシステムと言います。では、地域ケア会議の開催は地域包括支援センターの業務とされていましたが、2014年平成26年の介護保険法改正で何による会議の設置が規定されたでしょうか。市町村なんですね。 これちょっと、まあ、あのー、細かいことかもしれませんが、試験に出やすいものとなります。地域ケア会議は地域包括支援センターのものだったんですが、えー、介護保険法改正ですね。それによって市町村の設置が規定されたということ。これ覚えておいてください。12番です。地域ケア会議の5つの機能を答えましょう。 一つが、個別課題の解決ですね。多職種共同によって個別課題を解決していくということ。で、二つ目が、地域包括支援ネットワークの構築。三つ目が、地域課題の発見ですね。解決事例の蓄積によって、まあ、地域課題の発見もできるし、まあ、それぞれですね、いろんな、まあ、あの、解決方法が蓄積されるよということ。四つ目が、 地域づくり、資源開発という機能ですね。役割分担によって行われることですね。で、五つ目が、政策の形成となります。 有効なサービスの事業化や施策化ができるということを。まあ、実際にですね、えー、困った事例、そしてそれを解決した事例、そして地域のニーズがより分かりやすい。まあ、その地域経営会議の中で話し合われたことを、実際に政策化、施策化、事業化することで、えー、よりですね、あのニーズに沿った政策ができるということになります。13番です。 認知症対応型共同生活介護認知症グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所等には何という会議の設置が義務付けられているでしょうか運営推進会議というものですね。では市町村に設置され保健、福祉、医療などに係るサービスを総合的に調整し 高齢者の多様なニーズに見合うサービスを提供するチームを何と言うでしょうか。高齢者サービス調整チームと言います。これ市町村に設置ですね。14番です。福祉サービスの評価方法には大きくは3つあります。答えましょう。1つがストラクチャー評価というものです。 事業実施体制の評価ですね、えー。物的資源がどうなのか、人的資源がどうなのか、組織的資源はどうなのかということを評価するもの。ストラクチャー評価。で、二つ目が、プロセス評価というものですね。実施過程の評価とも言いまして、活動状況を測るということですね。まあ、あの、実施しているその事業の福祉サービスの内容ですね。そこを見るというもの。 そしてアウトカム評価ですね。成果の評価とも言いますが、事業の実施による効果やそれによる成果を測るというものですね。えー、ちょっと難しいですがね、えー。福祉サービスの評価方法はこの3つですね。ストラクチャー評価、プロセス評価、そしてアウトカム評価の3つです。15番です。福祉サービスの質と利用者の満足度を向上させるために活用できる マネジメントの仕組みを定めた世界標準の規格を何というでしょうか ?ISO ですね。国際標準化機構と言います。えー、最近ですね、まあ、福祉サービスの世界でも、この ISO というね、えー、マネジメントの仕組みを定めた、まあ、世界標準の規格を取り入れたも、ところが出てきてますね。覚えておいてくださいね。ISO、国際標準化機構と言います。では、 同じ職場の人が小グループを自主的に運営し、品質管理や業務改善を行う活動を何と言うでしょうか ?QC 活動と言います。クオリティコントロールと言うんですが、まあそういったことも、まあ、えー、福祉の世界でも最近は流行ってきているということですね。QC 活動、クオリティコントロールです。16番です。 都道府県社会福祉協議会に設置され、福祉サービスの苦情解決の相談、助言、審査、解決のための圧旋を行う第三者機関を何と言うでしょうか運営適正化委員会と言います。これかなり重要ですね。押さえておいてください。都道府県社会福祉協議会に設置です。 では、この運営適正化委員会は、苦情にかかる福祉サービスの利用者の処遇につき、不当な行為が行われている恐れがあると認めるときは、どこへ通知する,する義務があるでしょうか都道府県知事となります。はい、えー、今回ですね、地域福祉の理論と方法の科目の、地域福祉の重要ポイントを取り上げています。 地域福祉に関する重要なワードであったり、その期間であったり、まあ、語句ですね。を一問一答でギュギュギュっと16問にまとめています。まあ、結構大事なところです。あのー、まあ、試験にもですね、まあ、毎年毎年、かなり出ますよと言われていたり、まあ、各種有名なテキストでもですね、えー、要チェックしてくださいねとかって、大々しく出てるものばかりを結構集めていますのでね。 えー、本当に何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流しながら聞きで OK ですのでね、えー。生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、えー、通勤・通学のまあ5分10分15分、えー、朝起きてすぐのまあ5分10分夜寝る前の時間とかですね、えー。ちょっとした時間を活用して、えー、何度も聞いて覚えてください。はい、えー、社会福祉の講義テキスト動画まだまだ出していきますのでよろしくお願いします。以上です。